2本の腕で木の枝につかまりぶら下がっている子供のパンダ今にも下に落ちてしまいそうで飼育員が心配そうに見守ります左右に揺さぶられながらもしっかりと木の枝をつかんで離しません最後は腕の力を振り絞って下半身を起こすと見事に足を木の枝にかけることに成功しました体操選手のような動きを見せた 懸垂パンダは、成都にあるパンダ基地で去年生まれたばかりの子供のパンダだということです。